私の愛は確かだ。かいひろみのせーの、かいだまーい。推薦コンビよっ。そう、まあちょっと言っちゃおうかな。そして指定校推薦で早稲田大学に入りました、こちら文化を参加させたいわけでございます。よろしくお願いします。お願いします。今日のゲストです。今回スペシャルゲスト、なあちょっと指定校とかな、やっぱちょっとある時に楽すると後で来るよね。なんか後で足りないものが出てきちゃうんですよ ね、びっくりしました。私も指定校推薦で成城大学に入って、まあね、圭太郎さんも指定校推薦で、指定校推薦で早稲田大学に入りましてすごいびっくりな共通点 ですね。何なんだろうね、あの 楽な感じ、うん、だから受験のなんか、なんて言うんだろう、背負い感がないんですよ、ね、うん、だからもし何か足りない感じを皆さんが感じてくれてたらそこだろうなっていうことでしょうね。私たち何か足りないって思ったらきっとそれなんですよ、ね、そこでしょうね。なんとですね、今日そんな私たちの中にスペシャルゲストが来ていただいてるということなんですよ。本当ですか。はい、誰誰、スペシャルゲスト登場です、どうぞこの方誰ですか。どなたですか。あ、トベサロの中継山形でございます。はい、そんな広まないでスペシャルゲストみたいな、はい、そんななんか2人みたいな対応にやめまあ1個だけ言えるとね、熱があるからね。下っていいですか。ね、小猿のお二人もやっぱりね、中継ディレクターさんが近くにいたら本領発揮できると思うんで、うん、安心感はね、ありますから、毎週会ってます。毎週やってますもんね。はい、はい、そんな砂山圭太郎さんと行う文化放送川柳バトル、イエーイじゃあ今日はどちらから行きますか。うーん、撮影師から行きますか。ちょっと待って、でも今までずっと私から来てちょっと負けてるんで、うん、ちょっと今度は後半戦で行こう。わかりました。あ、じゃあ砂山アナから行きましょうか。文化放送川柳お願いします。エレベーター回数表示がありません。完全に内輪ですけどね。なになになに、文化放送エレベーターはあの外でこう上行きたい時とかボタン押すじゃないですか、うん、あれね、こう表示がね、うん、ないんですよ。え、だね、どの階にエレベーターがあるかわからないんです。知らなかったそれ。えらい来ないなみたいなのがだんだん鍛えられてきて、うん、こうエレベーターのシューっていう音で大体どの位置にあるかっていうのがわかるよ、ね、ここまで行くと文化襲いが強い人ですよ、うん、ちょっと待てよ、ここにして結構弾だらけてきました、ね、じゃあ夏江さん、エレベーターで来たんで、うん、エレベーターで行きたいと思います、うん、じゃあ夏江さんの文化放送川柳お願いします。文化放送エレベーターで聞けるのよ。ありがとうございます。ほら、文化放送のエレベーター登ってる最中も文化放送の番組が流れてるんです。実は、まあ、だいたいどこのラジオ局でもそうじゃないですか。まだなんですか、に関しては冷たいんですけど、はい、そうじゃないですか。日本放送であっても長くであってもラジオ日本であってもいいじゃないですか。ラジオ日本、そうね、もうよくだいたいね、かなり流れてないと逆にありきたりだね、ありきたりだ。そんな天海さんからも一個あるらしい。どうぞ強気、どうぞお願いします。整いましたそれはやるんだ、それ自分のルールであるんですね。コーヒー缶、うん、至る所に飲み残し。どうですか。多いね。多いでしょ。確かにね。てめえで片付けろっつってんだよ。あれね、まあ、打ち合わせのところね、ふざけんなと。誰かが飲んだやつ置いてあるもんね。テーブルに置いたままなんだ。確かに、それ完全なる内輪話ですね。本当にイライラする。あ、結構天海さん片付けるの。片付けますよ、僕は。へ、これは本当にね、誰もが持ってると思う。確かに、ちょっとみんな気をつけてくださいよ。誰に言ってんの。関係者に関係者。じゃあ、この、じゃあ今日も3本ありましたが、今日一番勝った人は誰でしょうか。マネージャーさん、判定お願いします。天海、イエーイ。しかも立ち上がっちゃったよ、嬉しくなっちゃった。いやー、本当もちょっと今日いい理由ですありがとうございます。え、なんでですか、今日の勝利の理由は。僕コーヒー飲めないのだから、よく目障りに見えそんな理由でくっかかってきたか。わかるわかる。わ、ちょっとこういうのもあるんですよ、まあ、なるほど。ではもうジャッジマンの独断だから、趣味に合えば一気にイチコロなんですけど、うん、本当にこういう風にね、寄せないといけないんだ。よせ、じゃあ夏江さんに
飛び猿のパーソナリティ吉田照美さんにちょっと謝罪お願いします。お負けましたという。照美さん、私はちゃんと照美さんの絵画の個展に行きました。ありがとうございます。それも中継とかでしょ。個人じゃない。中継で言ったことをさも私はプライベートで言った感じで言ったんだ今。やだもう。死んじゃう。皆さんいつも飛び猿バトル文化放送で15時半から17時50分までやってます。